中国語でいいの？ブルク中国語でやって。いいよ。じゃあやります。はい。はい、あ、撮ってね。ちょっと待って。ちょっと待って。はい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 。はい、OK。ごめん。3、2、1。ちょっと待って。おい。全然諦めた。恥ずかしがるな。おい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 。しっかり。真剣に真剣に。ちゃんとインストールして。中国語。中国インストールして。いいの？しっかり。はい、中国人の記録は。はい。行きます。3、2、1。人狼 RPG ルール説明。このゲームは人狼ゲームをマイクラで遊べるようにルールを改変したゲームです。役職は村人、人狼、共犯者、吸血鬼があります。村人は人狼を全滅させたら勝利です。人狼は村人を全滅させたら勝利です。人狼が複数いる場合はお互いに人狼を認識できます。共犯者は人狼陣営ですが人狼が誰か分かりません。吸血鬼は村人陣営にも人狼陣営も属さない第三陣営です。村人か人狼のどちらかが全滅したときに生存していれば単独勝利となります。夜のターンは常に無敵です。人狼 RPG には昼と夜のターンが存在し、ゲーム開始から少し経過すると夜になります。2分ごとに昼と夜が切り替わっていき、決着がつくまで繰り返されます。夜の間は全員がミュートにし会話禁止となります。またエリア内にランダムにスケルトンが湧き、スケルトンを倒すとエメラルドを獲得できます。エメラルドはこのゲームにおける通貨です。昼になるとすぐに残ったスケルトンはすべて消滅します。ミュートは解除され会話が可能になります。ショップはエリア内に点在しており、エメラルドで常時購入可能です。売っているアイテムはこのように様々な種類のものがあります。アイテムを集めつつ相手陣を暴き駆逐していきましょう。ルール説明は以上です。第5回合人狼 RPG in ペイント引く手はい、やりましょう。ニハオ、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 ニちょっと待って、過去のこと考えるのやめない。ちょっと一回さ、嫌です。嫌ですじゃない。村でございます。高いですね。で、ここで助狩りを買うんですよ。そうするとあちらのボイラー室にいる助をほえからのもう取れるわけですよ。こうこれがもう必勝法。教えてやろう、このゲームの必勝法。あー、ファイヤー。はい、なんで僕は村にしかならないんでしょうか。まあちょっとね、これが何戦目、何回目の動画かわからないので、ちょっとあんまり言えないですけど、ちょっとね、まずいですよ、これは。人狼の神様は僕に微笑んでくれないようですね。死にそうだし。僕、もしかしてだけど、これ、全ゲーム人狼ですか？もう、第2代シャークになる。で、ピクトさんと、誰だ？トラゾーさん。トラゾーさんと、ピクトさんと一緒に人狼を前やった気がするな。さてさて、お手並み拝見といきますか。まあ、やっぱ今回もね、生き残りたいです。はい。今回僕は村人ですね。はい。助多いな。待って、死なね、これ、初夜で。全然減ってないよ。全然減ってないよ。ちょっと待って、全然減ってないよ。全然減ってない。助かったか、これは。あぶねえ。死ぬところでした。ちょっとな、活躍したいな、活躍。活躍をしたい。活躍をしたい。うん。
今回ちょっと良くないですね、この脇が。ここで乱獲をすることによって、まあ、有利に進めていけたらなと。さあ、次第でございます。そろそろ隣人から殴られそうなので、お、ムーンウォークすな。まあ、初手は剣を買いますと。で、この辺はまだいますね。あー、もう絶対剣持っとるやん。あ、今やらないでいつやるんだい。あ、どうも。いや、初日はね、いいっすね。人がいたら今やばかったけれど。なんちどこにいんだ俺。あー、もうなんで人がいるんだよ。剣の時めっちゃついてくるね。いないよもう。あー、もうどうしよっかな。無理だ、俺村以外出ねえわ。村でもあんまなんか大した活躍してねえしよ。ここ安全そうだね。意外とこの穴場もさすがに、おお、知られるようになってきちゃってる。やめて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 。あ、出す。見逃してくれた。ルンルンですね。でも初日殺しちゃうとね、ちょっと申し訳ない気持ちもある。エモンガが。ふう、一仕事終えたぜ。ビールでも飲むか。9個か。ちょっと急いで買って。こらえたな。急いで地上に行って占いたい。誰だろう。とりあえずピッサとか。え、おはようございます。おはようございます。占いました。占いました。はい、誰占いましたか。ラッターを占って、はい、白です。はい、はい、いただきました。ナイスー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 。ね、さっき殴り合ってごめんね。いやいや、でもこちらこそ殴り合った。いやいや、いやでもなんか、すいません、迷子です。あ、はい、ペンの でもなんかグッツボさんとラッターが一緒の人狼だったらマジで最強だからね。怖い。これはまあなんとでも言えるか。じゃあ俺を占って、もう一回。じゃあ占って。そうやそうだ。無駄だから、いや俺お前のこと信じてるからね。はじゃあなんで。俺のことのしといてね。なんでその話したの。じゃあなんで。なんで自分から出したのその話。何何、強靭か強靭かこれ。やばい。バーミナス。おい。あ、これ大飛び降りるか俺。やばい。おい、グッズも違うだろ、お前。俺、白だよね。お前は白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 。いい、占えばいいじゃん。無駄に使えよ。やっさん、さよなら。無駄に使えよ。さよなら、やっさん。エメラルド。やっさん、ありがとう、今まで。やめてよ、お前。待ってよ、おい。いや、おめでとう。頑張れ。ピクトさん、助けて。ピクトさん。夜なり無視だからね。完全無視。ガン無視。あの思いは動かない。え、今殴ってた。今殴られたんだよ、誰かに。今皆さん確認です、ヤスさんが。え、殴った。なんで。ゲンジな。ゲンジ。おやすみ。おやすみ。あ、正常ないですか。正常ないですかってなんだよ。異常ないですか。わすごい競争率ですね。ピクトさん占ったけど、どうしようかね。秘密裏にやってもいいんだけど、絶対ピクトさん自負使ってないから、まあ、分からない。競争競争、これは。いや、なんこれ、ボイラー室競争。俺は一番乗りじゃ。ふう、早い。もう狩られてる。やばいやばいやばい。ケンピョンさん死んだのか。昨日見てないな、これ。
なんか疲れちゃったな。おいおいおい、スケルトン AI。って、え？騎士使っとこう、なんとなく。まあ、こんなところ人が来ることもないでしょうけど、もしこの騎士が、うまいこと言ったら、まあラッキーって感じかな。僕は死なないムーブだけして、ずっと生きてよ。やっぱね、それが一番ですよ。命があるって素晴らしいですね。最後の最後で気づかれてるね、ビンビンさん。ね、最後の最後で。ねえ、何死んだんですか？ブルックさんに背中からパーンされたのは。あ、早っ。早っ。早い。え、シャー君さんは？いや、俺は感染、あれですよ。感染者です。最初から。あ、感染者か。はい。そうかそうか、参加してない。ビンビンさんが死んでるの気づかなくてずっと上にいたんですよね。マジ？いやもうだってさ、早いよ、だって1夜目だよ。まあ1夜目は本当に正直対策しようがないんで。しょうがないよね。前提が全然さ、1ゲーム目、2ゲーム目に比べてさ、みんな動き慣れてきたんかわかんないけど、全然エメラルド手に入んないからさ。ああ、確かに。悲しい。みんながいないとこに行くのが大事なんですよね。そう。いないとこ行きたいんだけど、だいたいそこも埋められてて、あ、マジ、いるっつって。だ最近、なんか最初は、占い周りが結構人いたんだけど、最近はみんな奥行き始めて、割と占い周りがね、空いてることが多くなった気がする。そう、そう、それを持って手前側にいて、あで、ここもちょっと人増えてきた、戻ってきたなっつって、うん、上に上がったら、上で、斧でワンパンされて速攻。あもう、最悪。最悪もう、やだクッタさん、クッタさん。どうしようかもう。おはようございます。やだね、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 やだね。怖いね。青い人怖いですね。12個。受ける。死にたくねー。やめてくれよマジで、さすがに強いだな。もうあーでもいっぱい落ちおいいっぱいいる。ほんと引かないねあの人も。いやもう全然人狼引かないじゃん。どうっていうか共犯の線はあるけど、どうしよう。普通に無駄に祈り使っただけだな。誰か動かないかな。ウィストさんがすげえとこにいる。そう。ほんとだ。何してんの？死んだ人いないかな。ブルークが人狼ってことだけが今分かってる情報は、こっちは。そうだね。ただ、それも共有できてないから、ただ一人死んだっていう感じか。そう。おはようございます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 。びっくりしたブロック、やめて。雪玉出さないで突然。いやいや雪玉が安心やん。え、スマイル何買った、はい、あれ。俺は弓矢ですね。あ、弓矢か。補助の方で買ってなかった。補助の方で見せてくれ。補助の方で、いや、買ったんですよ。あ、じゃあ、それはその時は占いの頃だ。じゃあ次占いますよ、じゃあ。声がわずかですよ。本当ですよ。声がわずかじゃあ、めちゃめちゃ。はいはい、占い結果います。占い結果います。グッチさん白、キリアン白です。おお、やばってね。グチツボさん白すぎ。ごめん、こっちだけ白いんだよ。白ですよ。俺もグッチ占った。白いな。ビッチさんの立場奪っちゃおうかな。ヤスくんも白。ヤスくんもグッチツボ打ちますか、じゃあ。うん、グッチ占って白だ。角白だね。あ、まあ、ええええええ。奪っちゃった。奪っちゃった。お前、グッチツボさん。え、すいません。絶命した。やったな。毎回みんな、え、動いてます普通に。動いてます。ビッチさんだけ絶命しました今。あれだけ。すいません、なんか嘘から出たことってこういうこと。言霊がありますね。言葉の力って強いんだ。元平さんはもう早めに死んでると思います。元平さん前の日からいなかった。確かに誰にも気づかれてないけど帰ってきた。シャークはもともといねえわ今回。
紛らわしい。今ここに誰がいない。ふたばさんは。よかった。ふたばさんいますよ。目の前にいた。目の前にいた。目の前にいたのに。大丈夫。ふたばさんごめんなさい。私占いあるんですけど、誰を習えばいいですか。おお、今白出てない人とか。トラゾーさん、ちょっと怪しい。わかりました。あじゃあトラゾーの白さただジャンプします。え、スマイルじゃあどうだろう。スライム、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 やべ、カリバーを失った、カリバーを失った、厳しいこれ。あ、意外、意外、ブルブル、意外だった。スケッシュするな、これスケッシュするな、これスケッシュするやつだな。助けてくれ。あはもうやだ。くそ、ここ死ぬ。あー助けてくれた、トラゾーさんが。奪われたと言うのが正しいのか。ちょっと手強いやつをやれた。これは後ですね。まあ、みんなまで占った方がいいな。これ本当なんだから。誰か、誰か、誰も誰も見てんだよ。じゃあヒリアン。あー、無理とか。もらいまーす。はい、マジで誰だよ。あー、はい、全部狩られてる。くそ、まあいいや、こいつ人間だし。はい、占い買います。占いじゃねえ、騎士買います。あ、騎士4回。あ、あざす。え、あピッ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 他の役職なんて悩んしないよ、そんなの分かってるんだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらにツイッターのフォローもよろしく。ツイッターには最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。